テッド・V・マイクルズは、クロアチア系アメリカ人の映画監督で、インデペンデント映画、Z 級、カルト映画をしていることで知られていた。映画スタイルは、ある意味、荒唐無稽とも言うべきであり、一部からは、ハリウッドの、反天才、芸術の突然変異の称号を持つ、エドウッドのライバルとも称されていた。カラフルな衣装に、ハンドルバーの口ひげという派手な姿と、カリフォルニア州のグレンデールで隠し通路付きのハーレムに、最大で7人の女性と共に住んでいたなど、映画だけでなく、その風変わりな私生活も有名であった。日本では、ハンバーガーの肉の都市伝説として、食用ミミズを材料にしたハンバーガーの存在を報じた際に、ミミズバーガーと称したが、これは、テッド・V・マイクルズ制作のザ・ワーム・イーターズの放題である。小学生の頃、カメラに興味を持ち始めた。彼は、自分の家の浴槽を利用して、フィルムを現像するようになった。15歳になると、話術や技術を使った、ステージパフォーマーとして、レギュラー出演し、1950年に渡米した。渡米後、カリフォルニアで、スタントマン、脚本家、音響技術者、映写技師などを経験し、映画制作に必要なカメラ技術や映像編集のノウハウを得得すると、映画制作を打ち込み始め、1963年には記念すべき、処女作、ストライクメデッドリーを制作するものの、制作途中で予算が不足し、自身の家を抵当に入れて、やっと完成にこぎつくような状態だった。しかも、完成後は、劇場で上映されたものの、販売権の関係で、彼に収入は全く入ってこないという惨憺たる結果だった。その後も幾多もの作品を完成させたマイケルズは、2003年には、ネバダ州ラスベガスにて、フィルムやビデオを制作する TVM スタジオの経営を始めた。そして2005年8月28日、彼はそれまで Z 級ではない一般向け映画となる最新の映画、Heart of A Boyでネバダ知事の死からサーティフィケート・オブ・リコグニションを授与された。この賞は彼が映画制作産業に貢献したということを証明する賞であった。2009年、マクファーランド&カンパニー社よりクリストファー・ウェイン・カレー著書。テッド・V・マイクルズのインデペンデントシネマが出版された。2010年、アルファビデオ社から、テッド・V・マイクルズのワイルド・ワールドが6月にリリースされる。この作品は、彼が過去に制作した映画を振り返るドキュメンタリーで、ジョン・ウォーターズを語り手として、制作指揮は、ケビン・ショーン・マイクルズによって行われた。本作の一部を WHD ジャパンが2010年初発売予定のミミズバーガーに収録すると発表している。2016年10月16日、大腸がんの合併症により87歳で死去。2007年にアルファビデオ社はアルファニューチネマとしてマイクルズが手掛けたフィルムから10作を厳選し DVD でリリースされた。そのうち10バイオレントウーマンシークレットフィンガー、史上最強の美女軍団、人間ミンチに、ガールインゴールドブーツ&ブラッドオージーオブザシー、デビルズが、テッド・V・マイケルズのコレクションセットとして、彼自身の解説を加えての発売となった。2010年7月には、アストロゾンビーズ、M3 クロンドを、米国の単館で公開し、ロサンゼルスチネマフェスティバル・オブ・ハリウッドにおいて、賞を受賞し、アルファビデオ社が DVD 化を決定する。同年、テッド・V・マイクルズの熱心なファンとして、有名な網松之助が、友人でもあるマイクルズに、今の日本には、あなたの作品が必要だと説き、版権を獲得する。そして、網松之助の所属する WHD ジャパンは2010年9月のミミズバーガーを皮切りに、10月に人間ミンチ、11月に人間ミンチに、12月に、アストロゾンビーズクローン人間の復讐を、テッド V、マイクルズムービーコレクションとして、日本版を発売することを発表した。ありがとうございます。